日は Get Ready With Me を撮りたいと思います。では準備をしていきます。最近は朝湯船に浸かるのにハマっていて、最近使っている入浴剤をご紹介します。スナイプのバスソルト、これ結構種類があるんですけど、私的にオレンジも好きで、このブルーのやつはすごい色がめっちゃ綺麗なんですよ。そうで、これは N オーガニックのバスソルトです。バスミルク。これに匂いはね、アイランドフォレストの香りと、こっちは柑橘系で、これもシーレモネードの香り。これもいい匂い。で、このキキユ、これは結構片栗がすごい気になる時とかはこれを使ってます。これ結構効きます。はい、じゃあ今日はどうしようかしら、これにします。ついでに軽くバスツアーをします。これがクレンジング、セルティナのクレンジングです。で、心神のトリートメントをたまに使っていて、これは CNP の化粧水と美容液です。なんかお風呂に使って出た後にすぐにこの美容液を全身に塗って、この化粧水も塗っています。結構スプレータイプなので、後ろ背中とかにもかけられるからすごいいい感じで、下行ってセルディナの洗顔と、これは TOKIO のトリートメントです。で、ネオリッチの、これは鎮静パック、赤みとかが気になるときはこれをしています。これはフィットツイン、これは毛穴とかのパックです。で、このイソップがスクラブで、これもアージュなんて読むんだろう、読みとこ読む、これはこれもパックですね、ドロパックかな。これはコスメキッチンとかで売っています。で、下はボディーソープで、シャンプーは今オーのシャンプーとトリートメントを使っています。こんな感じです。全然出ないな。全然良くならないんです。ニキビができちゃって、赤みも気になるので、今日はムーのカラーチューナーの GR グリーンを使います。今日は午後に打ち合わせがあって、かなりのんびりな日なので、朝結構よく寝ました。今は何時だろう、11時過ぎかな。そしたらムーのスキンスムーザー、メイクベースを毛穴が気になるところに塗ります。これこのローズの香りがすごいして、めっちゃいい匂いなんです。これなんか今日私声変、低いな。なんか天気予報によると今日から暖かくなるらしいから、春服着たいなと思って、ちょっと早いんですけど、ちょっとメイクも春仕様にしようかな。なんか最近全然メイク用品買えてないから、今度春コスメを買いに行きます。おすすめの
メイクおすすめだったら教えてほしい。眠い。ファンデーション。なんかめっちゃギターの音が聞こえる。上の人が弾いてる。よいし。今日のアイシャドウは、久しぶりにイエローメイクをします。今日のペタルフロートアイシャドウ BKA11。グレーも下にあるから、これやると結構落ち着いた色になります。黄色だけだと結構似合う似合わないなと思うけど、私は黄色だけにしよう。下、これ。アニベンのソリタリーピンク。これは春っぽくてめっちゃ可愛いんですよ。上まぶたにも少し塗ります。なんか音楽また話戻るんですけど、楽器弾けるのいいですよね。私も軽音やってて、高校生の時に一瞬だけギターだったんですけど、でももう今全然、その時ちょっとだけ弾けるようになって、結局バンドをあんまり活動しなくてやめちゃったんですけど、そうだからね、ギター弾けるのかっこいいですよね。ピアノとかもいいですよね。なんか私がもし子供ができたらピアノはちょっと習わせたいなっていうのはありますね。かっこいいですよね、ピアノ弾けるの。男の子でピアノ弾けるのめっちゃかっこいい。今日はめんどくさいので、これもリップもこちらにします。どうしようか。マスカラは久しぶりのブライトグリーンアニベンです。今日のリップはこちらです。エトボス、すごい神々しい。エトボスのミネラルリッププランパーシアオレンジのグロス。メイク完成です。最近買ったこのおこたてと、この受け皿でどっちもジャーナルスタンダードファニチャーで購入したんですけど、ここを立てたいと思います。起きた起きた、寝すぎ、寝て、
のバリジュワと最近はダメージが気になるので、このブレケアを使ってます。これむっちゃんがおすすめしてたので、そうむっちゃんつって使ったらすごい良くて、ミルクなんですけどタンパク質をそう入れてくれるそうで、濡れてお風呂出た時にこれをつけました。その後にオイルで蓋をしていつも乾かしてます。巻いてアイロンを通していきます。今日は撮影ではないので打ち合わせだけなので一手か。めっちゃ髪伸びたんですよ。でもこの辺まで伸ばそうかなって思って、ロブぐらいかな。ちょっとここまで伸ばしたからね、たまには久しくロングは無理だけど、しばらくショートだったので、なんかコメント欄でランサムショートにもうしないんですかっていうコメントをいただいたんですけど、もう当分しないですね。ちょっともうやっぱり飽き性というか、ずっと同じ髪型だと飽きちゃうので、相変わらずオーナーオイル。最近赤っぽいオレンジの染みなんですけど、ちょっと落ちてきちゃいましたね。今の髪型のお気に入りポイントはこの顔周りね、ちょっと短く、顔周りだけ短く切ってもらったんです、ジェノのホーリーさんに。ここお気に入りです。では準備ができたので行ってきます。皆さんも一日頑張りましょう。いってらっしゃい。バイバイ。